川須義彦は、日本中央競馬会立党トレーニングセンター所属の、騎手。2007年4月に、JRA 競馬学校騎手課程第26期生として入学。2010年2月に卒業して、騎士免許を取得した。同期には、菅原隆一、平野優、高倉良らがいる。競馬学校卒業後は、立党の本田優有級者に所属。 2010年3月13日、第2回中京競馬3日目第1競争のビーンケ経度で初騎乗。2010年5月23日、第1回新潟競馬8日目第1競争で名称クレモナに騎乗して初勝利。2010年12月9日、ホンダ車を離れフリーに転向。本人によれば、この直前に行われた。 機種免許更新のための講習会の存在を失念し、講習会に遅刻したことで調教師のホンダの激輪に触れたことが直接の原因だが、それ以前から、旧社のことを考えない行動が目立つ等の理由で、ホンダとの関係が悪化していたとのことで、半ば所属旧社から追放されるような形で、フリーにならざるを得なかったという。2011年になると一気にブレイクし、勝利を量産。 2011年11月5日の第5回新潟競馬7日目第4競争でマルコ富士に起乗して JRA 通算100勝を達成した。2011年10月30日現在での関西リーディングで岩田光成、福永雄一、川田昌美や美に次ぐ4位に入っている。2011年6月19日の第4回阪神競馬2日目第11競争の マーメイドステークスで重勝初起乗。起乗場,場のモーニングフェイスは12番人気ながらも5着と人気を大きく上回る検討を見せたが、以後は年内だけで9戦あった重症起乗機会で全て掲示板に乗ることができず、一度も初起乗時以上の着順を取ることはできなかった。2011年度の小倉競馬開催で通算40勝を挙げたことから、 2012年1月18日、九州競馬記者クラブより、小倉ターフ賞に選出された。2012年2月4日に、第1回小倉競馬7日目第11競争の、小倉大賞展でンジーラインに起乗して、重賞初制覇。11月18日の福島記念で、大和ファルコンを勝利に導き重賞2勝目を挙げた。2013年5月4日の、 1> 第1回新潟競馬1日目大級競争でオーシャンドライブに騎乗して JRA 通算200勝を達成した。デビュー当時は競馬関係者の間で同期の高倉と名字を混同され高須くんと呼ばれることが多かった。しかし2012年頃からは呼び間違えられることも少なくなったという。帰乗が荒っぽく2010年2011年と2年。 連続で JRA の制裁点の合計が60点を超えている。このため他の機種から機乗ぶりを批判されることも少なくない。特に2012年2月に小倉競馬でレース中に西田裕一郎と工作式場停止になった件については後に吉田隼人が年明けに肘を使ってアウトになったじゃないですか。 ああいうのは1ヶ月とかもっと重い処分が必要だと思うと語るなど、競馬サークル内で不評を買った。ありがとうございます。